こうした中県医師会は今日定例の記者会見を開き発熱外来の医療が逼迫しているとして県民に対し感染対策の徹底を重ねて呼びかけました会見で県医師会の安藤紀明会長は重症対応病床の使用率が県内では30%台にとどまっている現状を挙げ在宅療養の人向けの対応策で重症対応病床を逼迫させないという 県医師会としてのミッションはうまくいっていると分析しましたその一方で感染の第7波では医療,医療機関のスタッフが感染あるいは濃厚接触者になるなど医療提供体制が厳しさを増す中発熱外来には連日症状を訴える人が数多く訪れており行動制限のないお盆休みが明け帰省などをした人の感染が確認されていると現状を述べました さらに感染力の強いオミクロン株の変異ウイルス BA.5 に感染して高熱や喉の痛みを訴える人が多く陣痛解熱剤カロナールの在庫が減り品切れになる医療機関が出るなど現場は綱渡りの状況だと訴えましたまたオミクロン株の流行以降子供たちの間で痙攣や発熱の症状が増えているという国内のデータも踏まえ 2学期の始まりに向け感染の動きを注視していきたいとしましたそして県民に対し感染対策の徹底を重ねて呼びかけました公共施設とかデパート行くとよくわかるんですけど最近もう出資協力入念に行って出る時も行って過去、売り場でっていうのをだいぶ省略されている方が目立っているのではないでしょうかこれれれっててのは私たち慣れされてしまうんですよね。 だもう一度この凡事徹底一つ一つのことはもうまさに平凡なんですけどみんなでやってくれるのが私たち県民全員でできる一致団結だと思ってます。